ナイアガラの滝の下流の乱流急流、あるいは早瀬は比較的急な傾斜になっていて、水の速度が速く乱流になっているような川の区間である。急流は穏やかな流れと滝との間にある水文学的な現象である。川が浅くなり、水面上に露出した岩が存在することを特徴としている。流れている水が岩の周りに飛び散ることから気泡が水に含まれて、 水の表面の一部が白く濁る。急流は、その川床がより下流の川床に比べて、水の浸食に強い場合に発生する。硬い岩盤を流れる若い河川はその大半の区間で、急流になることがある。山間部を流れる上流域は、渓流と呼ばれ、往々に急流である。急流は、国際河川難易度スケールで、 愛から6まで分類されており、愛に近いほど穏やかな流れで、6になるほど滝に近くなる。クラス5は、さらに5.1から5.9に分類されることがある。ヨーロッパ諸国と比べて、日本の川の特徴は、急流とされる。例えば、イギリス人 B.H. チェンバレンの日本自物史には、国土が強小なために、大抵の日本の河川は、川というより、 むしろ急流であると記述され、河川技術者として日本に招かれたオランダ人のヨハネス・デレーケも明治24年7月の大洪水後の上岸寺川を見て、これは川ではない滝だと表現したと伝えられる。このように日本へ調査に来た外国人は一様に日本の河川の急流具合に興味を示した。ただし2020年になり、 富山県会議事録の調査から実際にこの発言をしたのはデレー家ではなくローウェンホルストムルデルであり対象の川は上岸寺川ではなく早月川であったと結論付けられている。なお、早瀬は流れの速い海流の形容とその現象が生じる狭い海峡の一般的な故障としても用いられる。ありがとうございます。